いうわけで来ました。ありがとう、つとむくん。今日は一日よろしくお願いしますね。こちらこそ。あって、こんな時丁寧にデスマス調になることないんですよ。でも、つとむくんと話す時はこっちの方が落ち着きますから。はあ、小杉さんってつくづく変わってますよね。そうでしょうか。やだ、つとむくん、どこ見てるんですか。恥ずかしいですよ。俺だけじゃないですよ。プールにいる男は全員小杉さんを見てます。あんなこと言っちゃったけど、なんか変な気持ちだわ。これって嫉妬？どうしました？普段の店で見る小杉さんやプールでの小杉さんとも違うなって。え？俺バイト中の小杉さんしか知らないから、プールで遊ぶ小杉さんって女の子って感じで可愛くて、でも今の小杉さんはやっぱり大人の女の人の雰囲気なんですよね。すごく綺麗だ。つとむくんこそ優しいですね。そう言ってもらえてすごく嬉しい。今日一日つとむくんとのデートを提案してくれたまいちゃんに感謝してるんですよ。でも意外でした。意外って？俺とそのまいさんとのことてっきり否定されると思ってたから。本当はどんな風に接したらいいかわからなかったんです。だからよそよそしい感じになっちゃって、ごめんなさいね。小杉さんが謝ることなんかないですよ。俺もちょっと調子に乗っちゃったみたいで。私は舞ちゃんが幸せならそれでいいと思ってるんです。つとむくん、舞ちゃんのことこれからもよろしくお願いしますね。小杉さん、そろそろ帰った方が。もう少し一緒にいていいですか。もう一軒どこか飲みに行きましょうか。それとも。それとも。